皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、新しいことにチャレンジすることが苦手だけど変わりたい人へおすすめする3つの思考法ということについてお伝えしていきたいというふうに思っております。新しいことにチャレンジをしたくなる時期っていうのは皆さんだといつ頃が多いでしょうかね。やはりですね、1月とか多いかな。あとは新入学の4月とか、あとちょっと秋に入りかけるところの9月とか、そのあたりがやっぱ変わりたいとかチャレンジしたいという方が多いように思います。もちろんそれは教室業の集客においてもそのシーズナリティっていうのは把握しておく必要があるんですけれども、最近ご相談でね、先生から増えているのが、新しいことにはチャレンジをしたいと。だけれどもいろいろなことで苦手意識とかが多くて前になかなか進めない、でも変わりたいという、こう微妙にこう中途半端なねタイプの方で、でも本人は変わりたいと思ってるからもがいてるんですよ。となると、その方はやっぱりこうちょっと背中をね後押ししてあげたいなというふうに思いまして、私の方からですね、3つの思考法をお伝えしてみたいというふうに思っておりますので、気になる方はぜひこの続きも聞いてみていただければというふうに思っております。はい、ではですね、本題に入りたいと思います。まずですね、新しいことにチャレンジするのが、そもそも論ですよ。なぜ苦手になっちゃうのかっていうと、これ違う方からねお話を聞いたことがあるんですが、人間の生存本能的にこう繰り返し同じことをやるのが怠惰な感じで楽な状態っていうのを脳が喜ぶっていうか、楽っていうことを選択するように脳ができているっていう話を聞いたことがあります。要は例えば原始時代とか、ああいったこう狩り狩猟とかいう時に、普段と違う縄張りとかに行くと生存の危機、殺されちゃう、それが動物に襲われるのか違う部落の人に襲われるのかわからないですけど、生存の危機、死ぬリスクが高くなるから新しいことをチャレンジしないように基本脳がインプットされてるみたいな話だったんですよね。で私の場合にはどちらかっていうと好奇心の方が、気持ち的に勝るタイプなので、新しいことをチャレンジすることの方が楽しくって、退屈な状態、同じことのルーティンの繰り返しっていう方がどちらかというと苦痛なタイプなんで、ちょっとだから少し変わっている人なのかもしれません。なのでもともと私自身はチャレンジすることに対してはワクワクする方、要は違う世界が見れる、新しい世界が見えるワクワクの方が同じ場所でルーティンを繰り返していることよりも嬉しいタイプだから、そんなにそこを辛いと思ったことはあんまりないんですよ。だから転職5回とかしてるわけですけどね、慣れ親しんだ、ルーティーン、知ってる仕事、知ってる職場環境とかを手放して次に行くわけですから、最初のストレスはね、もちろん人とね仲良くならなきゃいけないとか、新しい仕組みとか新しいルールに馴染まなきゃいけないっていう大変さはあるんですけど、それよりも知識欲とか好奇心の方が勝るので、楽しくやってましたね。辛いことももちろんあるんですけど、楽しい、面白いっていうことの方が多かったかな。はい、それは余談として、なのででも変わりたいと思っているから変わらせてあげたいので、考え方をねちょっとお伝えしようっていうところで、お話をしてるんですが、まず一つ目なんですけどね、そもそも現時点ではゼロであるっていうことを理解した方がいいですね。現時点ではゼロなんですよ。要は何かやれば何かしらの動きは出るかもしれないけど、そこにとどまる限りはゼロベースなんですよね。だから何も生まれないし現状は変わらない、変わらないから変えたいというふうに思うんでしょうけど、ですからゼロベースっていうことは何かやったらプラスに関わる可能性の方が高いんですよ。で、そういう話をすると、いや失敗しちゃったらマイナスじゃないですかっていうふうに言う方いらっしゃるんですけど、その人は失敗をマイナスと捉えているからマイナスになります。失敗って失敗じゃないと捉えれば失敗にならないんですよ。まるで謎かけみたいな言い方になっちゃいましたけど、要は失敗っていうことは基本なくて、何かができないことが分かったとか工夫をする余地が見える事象が起きたっていうのが
違う道だったっていうことが分かるだけのことなんで、それは決して失敗ではなく、可能性何個かある可能性のうちの1個が減っただけってことは、ますます正解に近づいたということになります。なので失敗と思うと前に進めないっていうふうに思うんでしょうけど、むしろ成功に近づくことが動くことであって、ゼロがマイナスになることがないという前提だとしたら、もう進めば絶対にプラスになるんですよ。だからやらない手はないという状態を理解する必要があって、まず今時点ゼロ、何かやったらプラスになる以上っていう感じで、いいことしか起こらないんです基本的には。一見失敗と感じることは、その人が失敗って思ってから失敗になるわけですよ。失敗っていうもの自体は存在しないということがまず1点目です。はい、2点目、ですね、やるかやらないかの2択ではなく、やるかやるかの1択しかないっていう状態に持っていくといいと思いますよ。やるかやらないかっていうから、やらないっていう選択肢が残っちゃうんだけど、やるかやるかしかない、一択しかなかったらもうやるしかないじゃないですか、だからまず選択肢がね2個ないっていう状態にするのがいいですね。やるだけ、やるかやるかの一択、どっちを、二択風な一択ですね、やるかやるかっていうことはね。はい、だから変わりたいと思った時点でもうやらないっていう選択肢がなくなるということになります。変わるということを決めた時点でもう選択肢は一択、やるしかない、やるだけなので、ここで下手にやらないっていう選択肢を残すから変われないってことになっちゃうので、変わりたいイコールやるっていう風な公式を持ってば、だから変わりたくない人は変わらなければいいんじゃないですか。やらないの一択ですよ、変わりたくないっていう人は。変わりたいって言ったらもうやるの一択だけなんで、もう変わりたいと思ったら行動に起こしてやってみるっていう、これが2つ目の思考法ということになります。はい、で3つ目が、今の自分が過去の自分の思考の慣れの果てだと思っていただければよくて、変わるためには今と違うことをしないと未来は変わらないということを理解してほしいんですよね。はい、例えば今の現状に満足していないと自分がもしも思うのであれば、満足してない今の自分の状況を作った要因は過去の自分の行動にあるんですよね。過去の自分の行動が今の自分を作っちゃってるわけですよ。ということは、今の自分が変わらないことをしたら変わらない未来が約束されちゃうんですよね。だから変わらないということを選択すれば変わらなくていいんですけど、変わりたいと思うのであれば今の思考とか今やってる行動と逆、ないしはかなり違うことをやらないと未来って変わらないんですよ。昔の自分の思考が今の現状を作っているということです。まあ、これはね、考えれば多分すぐ分かることだと思うんですよ。見る人が見るともしかして私って、すごくもう順調に全てがうまくいっちゃってるような人に見えるかもしれないですけれども、当然その過去の何十年前とか遡ると、それは自分にとってあまりよろしくない不遇な家庭環境があったから、もうこんなとこ嫌だ、絶対に脱出してやるみたいな強い意志があって努力をしたっていう過去の自分がいますね。でもう一個は、学生の時に、住み込みで働いた新聞小学生をやってる時のアパートで無差別テロ的に首を絞められかかって殺されそうになったっていう経験をしたから、いつか人って何にも悪いことしてなくても死んじゃうことがあるんだっていうのを分かった時点で、もうだから選択肢はやるっていう選択肢しかないわけですよ。いつかはない、そう思って生きてきたら今の私になったっていうことです。やりたいことをやりたいように、好きなことを好きなだけやってるっていう状態ですよね。それは過去の自分がまあね、もっとすごくね不遇な環境を乗り越えて大成功されてる方とかもいらっしゃいますけど、過去の自分の私なりに多分頑張ってた、その過去の自分を褒めてあげたいと思います。でその状態で今の自分ができているから、その今の私と、例えば今一つ いまいち自分がブレイクしてないな、うまくいってないなっていうあなたを比べた時に、今を比べたってしょうがないんですよ。
過去を比べる形になるから。でも過去は変えられないけど、まあ、記憶のすり替えできますけどね、過去は変えられないけど未来は今変えられるんですよ。だからチャレンジしないということは変わらない未来を自分で選び取り約束することになります。ということは今時点で変わりたいと気づいちゃったらもう変わるしかないですよ。だから今と同じことをしていてはいけない、今と違う思考で動かなくてはいけない、それが変わるための大きな起爆剤、機動力になるというふうに思っております。はい、ですので自分の中でですね、そのマイナス要因になるであろう要因はないということなんですよ。そのマイナス要因になることがない状態の賭けをするのにやらないのはなぜでしょうっていうことになりますので、ぜひですねチャレンジをしたいと思ったらやり時です、その時が。で頑張ってチャレンジしてもらったらいいかなっていうふうに思います。エールは送りますし、私はそうやって好きな世界を手に入れてきたので、皆さんにもそういうね思いを味わってほしいなというふうに思っていたりしています。はい、ということで本日のまとめです。新しいことにチャレンジすることが苦手だと感じている、変わりたいと心から思っている人へのおすすめする3つの思考法。1つ目、そもそも現時点ではゼロであるということを理解する。2つ目、やるかやるかの1択のみやるかやらないかの2択ではない。3つ目、うまくいくためには今と違う思考と行動をしなくてはいけない、というこの3つがポイントになりますので、ぜひヒントにして頑張ってみていただければというふうに思っております。それでは。